闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。イエーイ、今回も元気にやってまいりましょう。私が FB37 です。ヨーキックマーク2だよ。アルマホットです。よです。さあ、やっていきましょう。アルマホットはちなみに、後ろのミスターポポになりました。これはアルマホットです。マジで顔だけになっちまった。俺が作ったんだけど、とうとうアルマはポポ化した。ポポ化した。死なないで。さあ、やっていきましょう。村、完成させよう。結局さ、ニートをさ、始末する、ポックルするためにはさ、火打ち石でいいのかな。怖いんだけど、またあいつ攻撃してきそう。ああ、やってみればいいんじゃない、とりあえず。そうだ、試しにやってみるしかないよ。てか、そもそも溶岩ならすの大丈夫なはずなんだけどな。なんであんだけ攻撃されたこれもそうだと思ってたけど。なんかやらかしたんじゃないの。そう思ってた時期が。僕にもありました。火打ち石なんてもっとダメなような気がするんだけどな。直接的じゃん。ねえ。けがりたいなろ、まず。あぶね。はい、ダメでした。ほらまだ、憎しみが残ってるんじゃなくて。いや、違うわ、今もう。そもそもだから、ゲージが俺限界ぐらいだったから。いや、やばい。まあ、俺泣いても大丈夫か。もう、なんとか。俺の気持ちが分かったか？分かった。何もしてないのにゴーレムは攻撃してくるから。はあ、ゴーレム怖いよね、なんか。しかも今ゴーレムの影も形もなかったよね、ゲストなのに。なんか遠景攻撃してきたよね、ゲストなのに。瞬間移動カメハメハじゃん。なんか分かったような気がする。ゴーレムの前でそもそも村人が攻撃されてると、もう見境なく攻撃してくる可能性がある。ゴーレムさんが見てないところでやれってことかな。ちょ、隠れてやってみ。今隠れてやってる。一匹ぶち殺した。この状態ででも攻撃してくるようなら完璧に俺はもう狙われてるってことだけど、どうだ。セーフ。おお、そうだ。だからもう村人が攻撃されてる状況下になるとゴーレムさんが攻撃態勢に入る。はいはいはい。だから問答無用に。そう、ゴーレムさんが見てないところでやれ。ああ、なるほど。ゴーレム様が見ている。分かった、分かった。見てないから知らないってことか、ゴーレムは。そうそうそう。完全犯罪だ。見てなかったから、ノーカーン。ポックル、ポックル。海底神殿でもいつかリベンジ行きたいな。海底神殿のね、水抜きの方法としてサトウキビがすごい嬉しいぞ。なんで？サトウキビは、だから下に砂を置いて、で、やっぱ砂大量に集めるのは大変なわけじゃん。でもサトウキビを大量に集めるのはそんな難しくないわけ。サトウキビって3マスしか、成長はしないけど、その上にサトウキビを置くことはできるじゃん。朝なった？なった。何？一番下にその砂を置いて、そっからどん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 、あの水中でサトウキビを置いていくってこと？そう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 。で、それで囲う。踊らる。もう、けがり体になると、ほんと、一周したらもう、回復してるから、永遠に終わらない、この、円の動きが。意外と白とかも重要だから、白とかも取っといてね。そうなんだよね。白結構なくなっちゃってさ。うん。頑張ります。かぼちゃ植えよ。ああ、かぼちゃなんだかんだ使うからさ、結構作ってほしいんだよね。わかった。今、スイカオールになってるから、スイカはもういらんから。畑も荒れ果てとる。管理するものが今、旅に出てるからな。村人がね、なんかやってくれるっぽいけどね。ああ、らしいね。薪とか。農作業は、人や機械に任せるものじゃないから。え、何に任せんの？自らの手で刈り取らないと。機械で作った野菜を食べたいか？村人を機械と申すか。お、これは何やってんだ、てめえ。貴様の正義か。おやさんが村人拉致してきまーす。わ、まだしてない、ね。許さねえ。10人ぐらいいいだろう。やべえ。やばい、こいつ。ちなみに、許してくれよ、10人ぐらい。連れて行くなら、製塚あたり、川とか、ちゃんと減税するから。みかん食べたくなってきた。みかん？やばい。FB 得意のみかんの歌歌われる。
しまった。あいちあいちあいち。みかん。あいちのみかん。我ながら笑えるぜ。それを目の前で聞かされる俺の身にもなってほしい。わ、見えてきた。ボンボン見えてきた。やっと帰ってきた。しますも違った。あそこなんか生首の展示場みたいになってる。そうやね。次はそうだなぁ。あったあったあった。あーやっちまったまた。もう次、ウーフェでも作ればいいんじゃない。ウーフェむずいよ。人間はむずいなぁ。こうだよな。やめろ、追いかけてくんな。何もしてないねん、俺は。ほら、ほら、なんも、なんも、もう、なんも持ってないでしょ。やめろ、ケニー持ち帰るな。俺は安全なネザーに逃げる。やっぱ、悪即残ですからね。そうだね。さあ、着々と村人増えてはいるが、村人。もう川崎区、川崎区市もモヤ放送かな。え？モヤ放送。お、羊飼い現れた。さあ、ニート。牧師もいらねえんじゃねえの、牧師。牧師はゾンビに交換してくれるから、一匹は必要だね。なんだ、牧師市、牧師市。おい。しまっちゃうわ、ラブラブし始めた。しまっちゃうからねえ。どんどんどん閉まっちゃうからね。どんどんどん閉まっちゃうよ。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 こいつらってあれでしょ。釣りだったら一応誘導できるでしょ。ああ、なるほどね。俺も手伝うぜ。役に立たない村人を滅ぼすためだったら俺はもう。わあ、すげえ。マジかよ。道具鍛冶は成長するとダイヤのつるはしとかと交換してくれるようになるから、こいつらはすげえ。マジかよ。うん。しかも必要じゃん。しかも言うほどエメラルドも多くない。だって鉄のつるはしが効率強化3ついた鉄のつるはしが9個で、効率強化2がついたダイヤのつるはし12個だもん。エメラルド。エメラルド。絶対こっちはダイヤの方がいいもんね。すごいじゃん。ね。やっぱミラビトってすげえんだな。ミラビトミラビトはすげえだぜ。ドゥンドゥンやろうぜ。およ、邪魔じゃ、邪魔じゃ。次の獲物はどいつだ。牧師。うわぁ、エオエオが。わかった、俺が開けりゃいいのか。じゃあ、いや、俺自分で開ける。何、おっかねぇ。拉致せんな、拉致せんな。やはり入れんじゃねえか。一チャンスじゃ無理だ。すげえ、俺がね、地上でボートに乗せて、村人をボートに乗せて、それで拉致しようとしてる。でも無理だったわ、これ。2マスないとここくぐり抜けてね。村人拉致計画。村人拉致計画。とりあえず、この中入れてくれ。オッケー。この村人で脱出するぞ、下手した。あ、痛い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 、死ぬ死ぬ。どこ行ったの俺。やばい。あ、2人でラブラブし始めた。あ、こいつ死ぬぞ。危ねえ。やばい、もう二人乗りボートへめっちゃラブラブしてる。ほんと、なんだこいつ。ヤシなんているんだ、知らなかった。ヤシ、そう、エメラルド1個と矢12本と交換してくれ。ヤシ、あぁ今日2チャンネルあるんだ、こいつ。でも俺の弓は無限ですから、お分かり君たち。君たちは無限という言葉は理解できないだろうけどね。でへへへへやれやれ。パリ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 。あ、ガキが生まれて多分壁の中で死のうとしてるよ。どんなパワーワード。ガキが生まれて壁の中で死のうとしている。多分死んだ。動き出した。ただ下だってことかい。なんてこった、遠いで、遠い遠い、遠い遠い。よし、これで真南に向かえば。あ、たどり着く。なんだこいつ、壁にはまりやがる。
ていうか、この森の中にあるんじゃねえの、もしかして。あ、お前、あそこ行く気なの、もしかして。もしかして。ちょっと待ってよ、俺も行きたかったのに。今、俺は場所を確認するだけだから、安心しろ。ちょっと待ってよ。えら絶対一人で突っ込んだってボコボコにされるだけだって分かってるから俺は。なるほど。まあ、海底神殿よりは全然難易度は、ま、陸地に出てる方がね。そうだね。らしいという話を聞きました。よし、ニートてめえいいとこになってね、入れ入れ、収容だ。おいてめえ逃れつんな。いやーダメだ、師匠が入り、師匠師匠、お前はダメだ。師匠出ろ。あ、なんか入った。誰だお前。あー、道具か。ダメダメダメ、もうクソか、こいつら。自ら犠牲になる。よし、とりあえずもうここでタムの砂な、貴様ら。どっか行け。アンパンマンに防水スプレーかけたらどうなんの。いや、それで解決するなら毎回やるって話しちゃうの、さすがに。だから俺的にはもうアンパンマンはさ、あのさ、透明なヘルメットみたいなの常備、装備してればいいと思う。ああ、確かに。真空？真空？まあ、真空はありじゃない？金もいないだろうし。ああ、確かに。錆びることもない。真空パックにされたアンパンマンの頭。長持ちもするしな。うん。顔の交換も必要なくなるかもしれない。そうだった。うん。うん、そうなると、いよいよアンパンマン喋ってもこっちに伝わってこない。確かに確かにそうだ。真空だとダメだ。会話ができなくなる。コミュニケーションが取れなくなる。手話でやるしかない。そう。だけどこっちは真空にいるわけじゃないから。いやでもアンパンマン側が真空だったらダメなんじゃないの？あっちが発した振動はだってこっちにある空気に伝わってくるわけだから、あいつがうーうー言えばこっちもあこいつなんかうーうー言ってるわ。あーなるほどね。さすがにだって真空パックされてぴったりしてるから、あーうまくは喋れない。張り付いてるってこと？張り付いてんだ。なるほどね。うん、え、だって今の話だとあのよくアニメで見るあのね、ガラスみたいなやつ被ってるっていう前提だったじゃん。いや、そうじゃなくて、だから。それを真空状態にするのかなと思ったけど、あれなんだ、その。そう、もう真空パックで、ペカーってなぴったりするやつか。そうそう。あれこいつなんで来た、こっちに。あ、製図か、え？ああ、製図かいらないから持ってってくれ。あ、いらないんだ。今、俺が、あの、そっちにやってる、製図か。製図かも全然いらない。どんどん運んじゃうよ。しまっちゃうおじさん。運んじゃうおじさんだ。運んじゃうおじさん。怖い。それをやってみて、運んじゃうおじさんの前。ちょっと待って。よし、ほらどんどん運んじゃうよ。ほら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 行っちゃったよ。もう線路に乗って、線路に乗って、トロッコに乗って行っちゃったよ。ほらもう俺追いつけないよ。ほらほら、あー早いよこのトロッコ。あ、トロッコはついたけど俺は間に合わないよこれ。やめとけやめとけ、もうそれやめとけ、もうそれやめとけ。いい加減にしとけ。いい加減にしとけ。トロッコ壊しちゃうよ。俺らが謝るからやめとけ。はい、3体。完全に変態だった。そうだね。変態だったね。最初、やばかったよね。聞いてられなかった。聞いてられなかった、ほんとに。あと何体だ。10体いればいいの？まあ、10人ぐらいいった方がいいのかな。12。オッケーオッケー、どんどん強いきます。邪魔やこいつ。すぐプッシュっていうな。え？マジで？もういい加減しろよ、プッシュってやるのは。え、マジで？ん？何がマジでって。今罪を俺に着せようとする人間がいる。この中によく聞いてもらえればわかるけど、やっぱキックンのやるプシュと全然勢いがなかった。我ながら やってみて、さすがにバレるかなと思ったもんだって。やっぱ無理だよ、キックンのプシュにはかなわんわ。プシュもやっぱその時によってね。ああやっぱ、うん、僕そろそろ家の周りちょっと羊毛で色付けしていいですか。お
装飾しちゃう。どんな風にする？やっぱ街っぽくしたいわけよ、俺は。はい。逃げた。道路みたいにしちゃおうか。なるほどね。でもそれだったら使うのは灰色になるんだよな。灰色はそんなにないです、ね。そう、白は今結構あるんだけど、灰色はぶっちゃけそんなに。灰色使うんだったら別に石でいいじゃん。うん、確かに。コンクリっていうなら灰色確かにね。ねえ、しかも道路って言ってんだから。なるほど。レンガとか作ればいいやん。レンガと違うだろ。ダンジョンっぽくなっちゃう。ドゥン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 。じゃあちょっと。ドゥ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 ルドゥルドゥルドゥ。キン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 。ドゥンドゥンドゥンドゥルルンドゥン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 ドゥンドゥル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 。トランスフォーマーコンボイの謎かスクーンだったらどっちの方がやりたい？ドゥ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 。全然答えてくれない。返事がない。ただの屍のようだ。屍かよお前。あ、僕ですか？なあ俺僕おい、猫が邪魔やで。何が？猫が邪魔で道路工事ができないだろう。ああ、そこの道路を殺せ。猫一匹全然なんかよくわかんない方向いてるけど、こいつなんかいるんじゃない、そっちの方に。あ、こっち向きやがった。家に入れるか、こいつら。にゃんじゃねえ。俺は猫アレルギーなの。なんか昔に比べたらアレルギー増えた気がするんだけど。まあだから変わるでしょ、そのアレルギー体質も。昔はもっと無敵だったんだけどな。それ知らんねん。バカだったからだよ。ああ、それか。うん、ああ、なるほどね。完全に理解した。キックン、そのさ、もうさ、まだ20代の頃から、その体的には変わってない理論やめてくんね、ほんとに。じゃあ、はい、これから、はい、若者風に喋りまーす。超ベリバー！イエーイ！超楽しいんですけど。なんか！イエーイ！これやっべ。いや、今度あそこ行かない、あそこ。超面白い。カラオケ、あそこ。カラオケ何言った俺、あれ、あれ。俺、愛の言霊。90年代。出てこない。出てこない。老化してきた。出てこないんだな。出てこない。言葉が出てこないんだな。すでに老化が始まっている。老化始まってきた。希望を抱きしめて。皆様動画を見てくれてありがとうございます。僕たちは YouTube でチャンネルを持ってますので、ぜひ登録をお願いいたします。はい、ニコニコとかもやってますんでよろしくお願いします。